足利春王丸は、室町時代中期の人物。関東公房、足利持氏の子。聖母は、柳田川内守の娘と、小学坊系図にある。なお、持氏の子息の中では、唯一資料に聖母が明示されている人物である。吉久、安王丸、重氏らとは同福会福かは不明。春王、安王の墓と時生の区比父の持氏が、室町幕府将軍。 足利義則に反抗した末に、影響11年に自害に追い込まれると、弟の安尾丸と共に下谷国日光山に潜伏する。後に密かに、有気氏ともに、居城有気城にかくまわれ、吉則が自身の子を関東久保につけようとしたことに反対する氏ともに、擁立され牢城するが、上杉持房を総対象とする、幕府軍により落城。安尾丸と共に、 長尾稲葉守に捕らえられ、京都護送中に吉則の命令により弟と共に、美の国樽遺塾の近錬寺にて殺害される。去年中になお、有機上老城の際には茂氏もおり、春尾丸、安尾丸兄弟同様に殺害されようとしていたところ、各喫の乱で吉則が殺害されて命拾いしたとする説がある。確かに、 関門日記過喫元年5月19日上に、持ち氏の息子3名が捕らえられたと書かれているが、少なくとも、キツレ川晩官及び、古学坊形図では、茂氏は、品濃国に落ち延びて、大石にかくまわれていたとし、ゲ屋ヤ国に落ちさ、していた、春王丸らとは別行動であったとしている。このため、3人目の息子は茂氏以外の別の、息子であったと推定されている。 自生の歌は、夏草や青野が腹に咲く花の実の雪へこそきかま、星けれ、野草丸は、実の雪へ定めなければ、旅の空命も今日に限ると思えば、ありがとうございます。